こんにちは、熊田です。声優さんのニュースを解説していきます。今回ご紹介するのはこちら。それではどうぞ。10月24日、声優一条みゆきさんが多臓器不全のためご逝去されました。76歳でした。一条みゆきさんといえば、アニメ、野薔薇のジュリー、ジュリー・ブラウン役、はじめ人間ゴン、母ちゃん、名探偵コナン、ジョリー・スターリング役、ここ最近だと、機動戦士ガンダム、水星の魔女、カルドナボ役などがあります。一条さんの公式 X アカウントがあるのですが、最後のポストが10月8日で、同業者さんへのお祝いでした。過去のポストを遡ってみても、自分以外の誰かに対する祝福、感謝、心配などがほとんどで、可愛らしい絵文字も多用されていて、一条さんの優しさ、温かさが溢れていました。関わりのあった声優さんからも多くのツイートコメントが寄せられています。一条みゆきさんのご冥福をお祈りいたします。アニメ、推しの子、有馬かな役などを演じる声優、半めぐみさん、YouTube チャンネルを開設されました。私の好きなことを通じて、皆さんに何かしらのお返しができたらと思い、立ち上げたチャンネルです。更新は不定期になるかと思いますが、しばらくはライブ配信でゲームの実況をお届けしようかと思っています。とポストされています。動画未投稿の時点で、登録者数は5000人を突破。記念すべき1本目は、半めぐみさんがオールマインド役で出演するゲーム、アーマードコア6、ファイアーズ・オブ・ルビコンのプレイ動画、他、FF16、ザ・ラスト・オブ・アス、逆転裁判、ゼノブレードなどのゲーム配信も予定しているとのこと。面白い配信になること間違いなしなんでね。気になった方、ぜひチャンネル登録してください。概要欄にリンクを貼っておきます。個人的にはゼノブレが楽しみです。松岡義嗣さんが豚、楠木智さんがジェスを演じるアニメ、豚のレバーは加熱しろ。皆さんご覧になってますか？めちゃめちゃ面白いです。松岡さんの豚の演技はブヒってるし、ジェスは可愛すぎ。さて、そんなお二人がパーソナリティを務めるラジオで、先日、楠木さんが松岡さんを恩人だと語る場面がありました。どういうことかご説明します。楠木さん、今から5年前の2018年、ラジオ、松岡ハンバーグにゲスト出演された際に、演技一本で勝負すべきか、マルチに活動していくべきか松岡さんに相談されています。その時の松岡さんのアドバイスが、やりたいことはやっちゃった方がいい、声優の仕事も幅が広くなったし、迷うくらいならやった方がいい、合わないんだったらやめればいい、絶対プラスになるはずだから、というもの。楠木さん、5年経った今でも松岡さんのアドバイスを心に留めていて、先日のラジオでは、松岡さんがいなかったら私はアーティストデビューしてないですから、恩人ですから、と語ってました。そしてこう付け加えました。責任取っていただかないと、ということでね。責任、え、なんで、どういうこと。頑張ろうとだけ答える松岡さんでした。楠木さん、アニメソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンラインで連役を演じるにあたり、 SAO を一から見直してキリトを演じる松岡さんの演技を研究していたそうです。楠木さんが名実ともに人気声優である理由がわかる気がします。アニメ、シャイで、主人公シャイ役を演じる下地篠さん。先月放送されたアニメ、シャイ、放送直前記念特番にて、しれっとやらかしてます。本作の見どころを語り合うコーナーでのこと。ボードに、お芝居とデカデカと書いた下地さん。声優としてお芝居に注目してほしい。あそこのあのシーンで、能登さんのお芝居を楽しみに。などといい話をされていたんですけど、このボード、どこか違和感ありませんか？このお芝居の文字、よーく見るとね、芝の字が違ってます。草冠の下、一本横線が入って、てるんです。番組では指摘が入るなどはなかったですが、じゃあどうやって気がついたかというと、下地さん、後から映像を確認していたところ、あれ、何かおかしいぞと思い、念のため漢字を検索してみると、やっぱり違っていたそうな。自分のミスに自分で気がつく、素晴らしいじゃないですか。ただね、この漢字ミスが YouTube で世界に公開されていると思うと恥ずかしくてたまらなかったとか。そんな下地さんですが、実は漢字検定2級を持っているという事実が先日のラジオで明らかになってます。高校時代に取得したそうで、いつか1級まで取得したいとも語ってました。参考書を購入して帰ると、同じものが家にあった、なんて過去があるくらい漢字への熱意は凄まじいです。10月19日、杉田智和さんが突然こんなポストをされます。不審者扱いは慣れてるけどさ、された瞬間はしんどいものがあるね。続けてこんなポスト。行きづらいけど、こちらからディスクを計算するのはできる。イベント近い時は、繁華街避けて帰ったりするよ。ということですが、具体的に何があったのか言及はされていませんが、どうやら不審者扱いされたご様子。まあ杉田さんのことなんで、その瞬間は笑顔で対応しても、しんどい言われているように、人知れず傷ついたかと。さて、その2日後には、左足朝つって、さっき右足の小指と薬指ぶつけた、何かあるなこれは、とポスト。不審者扱いされて心が傷つき、足の指をぶつけて物理的に傷つく杉田さん、いいことありますように。
10月23日放送の NHK プロフェッショナル仕事の流儀は、まさかの番組史上初アニメ主人公へのインタビューということで、進撃の巨人よりエレン・イェーガーを特集。これから見る予定の方、ネタバレを含むのでまず見ていただきたい。ここでは番組を見た率直な感想と、放送後にエレン役梶裕貴さんがされた衝撃のポストをご紹介しましょう。エレンがサウナにハマっているのはびっくりでした。梶さんも同じだし、過去には原作の諫山はじめ先生とサウナ行く約束もしてたりします。あとエレンが敬語を使い出したところで腹筋が行きました。プロフェッショナルとはやりきることという発言もエレンらしい。声優好きな自分はついカジさんのセリフ回しに注目していたのですが、僕個人の見解としてエレンの演技がいつもより少しだけリアルな人間に近い言い回しに感じました。エレンがリアルに存在したらこんな感じに喋るんだろうなという感じ。原作にはない質問に淡々と敬語で答えていくエレンは、今までにない新しい役作りという点でかなり貴重だったかと。さて、番組放送後カジさんこんなポストされています。プロフェッショナル仕事の流儀エレン・イェーガーをご覧いただきありがとうございました。一つご報告です。本番組制作にあたり、今回私はエレン・イェーガーの声優の他にエンディングクレジットにもありましたように脚本協力としても参加させていただきました。やつらの倒し方コーナーを除く彼のインタビュー回答部分の新規セリフについて全て担当させていただいております。最初お話をいただいた時には恐れ多すぎて、実は一度お断りさせていただいたという経緯があります。しかし本企画の実現に際し、私がセリフを執筆することを望まれているのが何を隠そう諫山はじめ先生ご本人だという事実を伺い、悩みに悩んだ末、そして度重なるやり取りの上お引き受けさせていただくことになりました。当然ながら作品のこと、キャラクターのことを誰よりも理解しているのは原作者である諫山先生に他なりません。そんな中でなぜ私が執筆をするという発想が生まれたのかをお尋ねしたところ、まずあえて作品と現実現代の境目を曖昧にしたい、するべきだという思いが終わりだということ、そして10年間エレンを演じてきたカジさんにご自身の思う彼を表現してほしい、カジさんご自身の要素も入れ込んだものを見てみたいという意図があるというお返事をいただきました。変わらず恐れ多いことには違いありませんでしたが、諫山先生がそこまでおっしゃってくださるならばと思いとどまり、自分にしかできない作業なのだとしたらと悩み、そして最終的には今このタイミングでやっておくべきことなのかもしれないとの結論に至り、お引き受けさせていただく形となりました。エレンのことを思い、作品のことを考え、諫山先生を想像しつつ自分を投影していきました。心を込めて10年間の思いを込めて書かせていただきました。本当に本当に身に余る光栄です。貴重な機会をありがとうございました。最終話放送に向けた特別プログラムとして、視聴者の皆様が本番組を楽しんでくださっていたら嬉しいです。最後に、今回これらのセリフを書いていて感じたのは、エレン・イェーガーという人物と私は限りなく人間として近い部分があるんだなということ。とりわけ戦えという言葉、そして家族やプロフェッショナルという概念の捉え方については色濃くそう感じています。まだ最終話放送前ということもあり、書ききれなかったこと、また書くべきではないと判断したことも多々あり、表現が不十分であることは自覚しております。なのでその補足に関しましては、またいつかどこかでお話できたらなと思っております。まずは何よりも間もなく放送の進撃の巨人最終話をどうかご覧ください。エレン・イェーガーと出会えて私は幸せです。はい、ということでセリフ執筆がカジさんご本人と知って衝撃でした。エレンをより身近に感じることができましたし、叶うならサウナで整う調査兵団を見てみたいです。前田香織さん、先日本当に偶然一人の男性を救ってしまいます。こんなことがありました。歩いていて公園の近くを通りかかった前田さん、公園のベンチが目に入ります。普段は通り過ぎる公園だし、ベンチに座ることもないそうですが、その時はたまたま座って仕事の連絡でもしようと考えたそうです。ベンチに座っているとね、近くで大きな音がしたそうです。音のした方に目をやると20代くらいの男性が転んでいたとか、足でもすりむいたと思ったのでしょう。前田さん駆け寄って財布から絆創膏を出し、使いますと差し出したそうです。こういう行動がとっさに取れる人って素敵ですよね。さて、男性を見て絆創膏が意味をなさないことを悟ります。というのも、その男性完全に腕が折れていたとか、救急車を呼ぼうとするとその男性、いや仕事行くんでと拒否したそうです。いや腕が折れて仕事とは正気の沙汰じゃない、アドレナリンが出ていたんでしょう。社長に電話する男性、どうやら大事な会議があったそうです。絶対大丈夫じゃないと救急車を呼ぶ前田さん、見知らぬ女性2人も駆け寄り3人で男性を救護、救急車と警察を呼びますが、女性3人の連携は初対面とは思えないほどだったとか。するとその男性、気が動転していたのでしょう。前田さんにこう言ったそうです。救急車のお金がないんです、本当にいいです
と皆さんご存知、救急車の出動は税金で賄われているので無料です。ただね、これを聞いた前田さんも気が動転していました。お金ないんですか？じゃあ私出しますよ。と言って財布から9000円を取り出し、男性のポケットにねじ込んだそうです。まあ後ほどお金は返ってきますが、こういう状況になるとどんな人でも冷静でいるのは難しい。その男性結局入院することになったとか。もしも前田さんがその公園に立ち寄らなかったら、もし転んだ男性に声をかけていなかったら、そしてもし強引に救急車を呼ばなかったら、その男性はどうなっていたことか。岩見真中さん、声優を目指した理由が茅野愛さんというくらい茅野さんが好きなんですが、先日のラジオにて茅野さんを家に招いたエピソードを披露、いいでしょうと自慢されてました。可愛いでしょう。その日はお店で待ち合わせをし、二人で飲んでから家に向かったそうですが、岩見さん、待ち合わせ場所に現れた茅野さんを前にこう思ったそうです。え、どうして、どうして7時に約束して7時に愛さんが私の目の前に現れてくれるんだろうと。ちょっと何言ってるか分かんないじゃないですか。岩見さん曰く、茅野さんとのメールなど 2D でのやり取りは慣れていても、リアルに目の前にいる茅野さんが未だに慣れないんだとか。まあ確かにね、推しが自分の家にいるなんてことを現実じゃ起こりません。岩見さん、前日から部屋を大掃除、当日は家にいる茅野さんを動画撮影したそうです。いいね、その動画いいねで買おうか。よし、二重の意味で気持ち悪い。ということで今回は以上です。次の動画でお会いしましょう。